はい、皆さんこんばんは。こんばんは。あまたかのチョイス、私タカピーと浜田と申します。はい、本日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、ということで今回も始まりました、あまたかのチョイスでございますけれども、今回も前回に引き続きゲストにお越しいただいております。今回のゲストは根本さんです。どうもー、根っこの根に本と書いて根本でーす。なんか進化ちょいちょい、もう3回目っていうことでね。そうですね、まあ、今回、まあ、前回前々回に引き続きということで、はい、本いただいてます。こんな光栄なことないです。3回も登場できるなんて。いえいえいえ。もうね、ぜひ、ね、まあ、根本さんにやっていただいた回が、まあ、好評だということもね。あ、ですね、本当ですか？そう願いながら撮っておきますけれども、はい、まあまあもちろんね、それも込みでまた新しく、まあ、毎回放送をお届けしておりました、はい、うん、けれども、お、なんと今回でまさかちょうど50回目を迎えました。おー、すごい。そうなんですよ。実は今回でちょうど50回目ということで。あ、はい。そんなアニバーサリーの時に僕が、はい。ちょうどいて、はい。こんな光栄なことないですよ。またまたそのくだり合い、まあまあね、それはそれでまた何かの縁ということでね。まあ、そうですね。まあ、今年の2月から、そうですね、お届けしていた、この、あまたかのチョイスでございますけれども、はい。まあ、大体、週に1回お届けをして重ねて結果、まあ、うん、今回50回目ということで、あ、はい、いや、これはもう永久保存版ですね。回50回にしてさらにゲストの方にもお越しいただいているということで、ね、あ、はい、まあ、そんなこんなの回ということで、ね、まあ、盛り上げていければなと思います。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、なんですけれども、テーマは根本さんが考えてきてくれたようなんで、はい、待ってくる。わかりました。ちょっと恥ずかしいじゃないですか。はい、はい、テーマ候補です。これから今の気分で決めます。お、はい、はい、なります。テーマ候補、はい、初まるまる、はい、初めまるまる、もしも、しりもしもなんですよね、これは。私もわかりません。はい、お金の使い方、はい、お金の使い方、部活、あ、部活、はい、初恋、初恋、はい、料理、料理、そして最近過ぎちゃったハロウィン、ハロウィン、はい、そしてもうすぐ来るかもクリスマス、クリスマス、あれでもこれよく考えたら時系列どうなんでしょうね、まあまあ、はい、もしかしたら前後してるかもしれないですが、まあでもちょっとタイムリーなテーマも含めて、あともう一個あるよ、はい、将来の夢、夢、将来ですね。いいですね。わかりました。今のテンションにどれ行きたいか、ね。はい。そうですね。今回は、まあ、特定のテーマを根本さんにチョイスいただいてですね。まあ、そこから3人で30分語っていこうじゃないかということです。ああ。はい。なかなかね、いや、自分でこう言った割にはね、はい。いざこう言われるってやっぱ恥ずかしいですね。なるほど。いいじゃないですか、こういうので。そうですね。まあ、ちょっと、どうしようかな。やっぱ悩むんですけどね。はい。まあせっかくあげてくれたんで、ちょっとここはね、お金の使い方ね。お、お金の使い方。はい。はい。やっぱみんなお金大好きじゃないですか。まあそうですよ。お金嫌いな人というか、お金使うときはね、ありますからね。はい。いや、ここはもう、50回のね、節目として、はい、なるほど。やっぱみんな大好きお金の話。なるほど。はい。にしましょうかね。わかりました。はい。じゃあ、今回一つ目のテーマは、お金の使い方ということで、お届けします、うん。ナイスチョイス。素晴らしい。ちょっとこれ言いたかったんですけど。まあ、チョイスしてますからね。もう、ずっとカピがね、チョイス、チョイスって言ってるから、俺もチョイスって言いたいから。そこに乗っかってきていただいた。やってた、やってた。わかりました。はい、まあ、そんなチョイスをいただいた。はい。お金の使い方、根本さん。こちらを選ばれた理由などは何かございますか？そうですね。まあ、お金大好きっていうのもあるんですけど。まあ、嫌な人はいないでしょう。そうですね。でもまあ、貯金がね、
そんなできないタイプなんですよ。どっちかって言ったら。なるほど、はい。使っちゃう方ですね。はい。例えばどんなことに使われてたりしますか？もう、それはもう娯楽ですよ。ああ、なるほど。娯楽に使うでしょうね。いやいや、別に娯楽じゃだけじゃないんじゃないですか。いや、本当にもうこう見えても、はい、結構昔は節約家だったんですよ。ああ、なるほど、はい。はい。すごいいっぱい貯めて、はい、なんか立派なお家住むのが夢なんだ、みたいなことを。めっちゃ金かけて言ってましたね、そうなんですよ。ただ今はもうひどいですよ。うん、ひどい。ひどいですよ。もう、自分の欲しいものはね、はい、我慢せずに、うん、それは買っちゃいますよ、すぐ。なるほど。うん、だから、貯金もまあ、ある程度はしてますけど、はい、何ですかね。やっぱ、貯めてどうするんだって話もあるんですよ。貯めたところで、自分が、はい、まあ、ほら、老後ね。はい、まあ、これぐらいの貯金がありました。はい、老後、じゃ何使うんだろうね、はい。貯めた結果何使うんだろう。まあ、自分には子供がいるとかね。はい、まあ、教育費に充てるとか、うん、まあ、そういう道もあると思うんですけど、はい、まあ、私今一人身なんで、はい、あの、まあ、自分のことにしか、もう正々堂々と使える。なるほど。はい。はい、うん、もうありますね。なるほど。そうですね。その点で言うと、天藤さんは結構お金はしっかり堅実に使われてそうなイメージがあります。いかがですか？まあでも私、あんま浪費するかどうか言ったらしない方ですよね。なんでしょうね。今後使うところはいまいちわからないところもあり。あら、そう。でも、使うときは使いますよ。海外旅行結構行ってたときとかは、1回で本当に50万くらいかかったときもあったし、半年ぐらいで100万くらいかかったときもあったし。すごいですね。別に使わないわけではないです。使う、ここで使おうと決めたら使います。それもそういう、なんかいい使い方。あと、普段昔より使うようになりましたよ。なんか、昔は本当に使わなかったんですけど、今はなんか、多少好きな食べ物とか、これ食べてもいいかって時が結構あったりすると使っちゃいます。まあ、旅行先とかね、美味しいもの食べたりとかするときにやっぱりお金ね、ちょっと多く出してもね、使うでしょ。うん、使えるって思いますからね。トカビーさんどうですかね。私はですね、まあ、正直、貯めたいとは思ってるけど、なかなか確かに貯めれてない派かなとは思ってまして、まあ、なんて言うんでしょうね。その、私も趣味が多いっていうのがあって、うんうん、多分そこで使っているものもありつつの、うん、で、おそらく、その、結構、例えばその資格を取ったりとか、それで参考書買ったり、資格、うん、試験代も結構かかるんですよ。そうですよね。とか、そういうのも、なんだかんだで結構お金使ってんじゃないかな。今まで過去振り返っても。はいはいはい。なんか、そういう意味では、なんていうか、こう、気づいたら、ちょっとどちらかというと使ってしまってるタイプかなと思ってますね。なるほど。うん、でも、あれですよね。やっぱお金の使い道として、でも形に残るものとかね。例えば資格だったり、うん、残るじゃないですか。はい。うん、旅行でも思い出が残るとかね。ちょっとうまいこと言いますけど。あったりするじゃないですか。はい、うん。で、やっぱり形に残るものだったら、やっぱお金使ってよかったなって思うし、それこそなんか、お金持ちの人って、時間をお金で買うとか言うじゃないですか。あ、はい。なんか移動する時間を、そうですね。うん、お金で買うとか、うん、そういう使い方もやっぱありし、うん、やっぱあと何に使うかにもよるとは思うんですけど、僕すごい、なんていうんですかね、無駄なお金がやっぱ多いかなとか。ほうほうほう。何が無駄なんですか？例えばそうですね、あの、くじ系？くじ。くじ？くじ、あの、よく一番くじとか。はい、はい。あの、めっちゃ引くってね。はい、当たるまで引くっていう。ああ、なるほど。あ、夢の値段ですからね。当たるかもしれない。もう、栄翔を目指して、はい、めっちゃ引くみたいな。まあ、出ればそんなにお金使わなくて済むけど、はい、そうですね。出なかったらひたすら、もうレジの前で10枚、あと10枚、あと10枚ずつ、みたいな感じで、あの、お金、買っちゃいますね。すごいですね。結構使ってる額の、なんでしょうね。ちょっと、単位が違いそうな感覚。ガチャと同じ匂いがします、ね。ああ、ガチャもね、使ってますね。それこそ、データしか残んないじゃないですか。あれまあまあまあ、そうですね。課金したところでね、
毎回カキーンって音がね、耳に響くんですけど。残って、いや、もうそういう使い方ほんと良くないと思うんですよ。どうなんでしょうね。別にいいんじゃないか。僕一回その一番くじも、某コンビニで、その、欲しい商品があったんで、もう10枚ずつ買ってたんですよ。全然出なくて。で、その時はレジの店員さんが、ちょっと外人さんっぽかったんですけど、あと10枚。ビリビリビリ、あ、出ない。もう10枚。ビリビリビリ、出ない。で、俺もどんどん興奮してきて、出ない。もう10枚。もう5枚。もう5枚。って言ったら、店員さんが、お兄さん、もうお金なくなっちゃうよ、みたいな。めっちゃ片言で言われたんで。お金なくなっちゃうよ、もうやめてよ、みたいな。うるせえと思いながら教えてくれて、多分店員さんも心が痛かったですよ。なんでこいつ当たられんだろうと思って。なんでこいつこんな当たられんだと思って。当ててやってくれよと思って。心が痛かったんですね、きっと。だいぶね、まあ、そういうこともありつつ、結局その、A 賞以外の商品ってもうあんまり使わなかったりとかね。まあそうでしょうね。うちに、ね、なぜか知らないとクリアファイルめっちゃあるとかね。景品のクリアファイルめっちゃあるとかね。いうのもありますけど。あと結構トレーディングカード系とかですかね。なんちゃら王、なんちゃら王ね。そう、なんちゃら王とか、なんちゃら王ポケなんとか、まあ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 、いろいろありますよね。トレーディング系はね。はい。もともとカード好きで、はい、カード集、まあ、すごい集めてたりとかしてたんですけど、やっぱり、もう、大人になっても買っちゃいます。おいおい、ドナガイ。ボックスで、このボックス。くださいって。いや、そうなんですよ。最近ね、規制が激しくて、ね、お一人様にぼ、なんか、え、2ボックスまでとか、そういう人がいるからでしょうね。まあ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 ね、ちょっとね、そうなんですよ。だ自分が欲しいカード目当てに残り物とか、あるじゃないですか。はいはい、だかそういうのもね、結構使っちゃったりとか、なるほど。あとよくあるのが、ビ、まんまんまんチョコあるじゃないですか。あれですか。あれですか。シールがついてる。シールがチョコだね。シール欲しさに、はい、めちゃめちゃ箱買いします。ちゃんと食べてくださいね。ちゃんと食べてください。もうね、飽きるほど食ってますからね。ああ、じゃあ。せめて人にあげてくださいね。もう、そういう癖があるんでしょうね、きっとね。これはなかなか浪費家の匂い。まあ、なんか平たく言うとそのコレクターというか、コレクション欲でなんかいろいろ買ったり集めたりしてるのかなっていうふうにはなんか感じますか。あれもひどいんですよ。24種類入りとか言ってね、全然揃わないんですよ。本当に。しかもシーズン1、シーズン2とか出ちゃうから、はいはいはい、怖いみたいな。うん、全然揃わなくて、結局、まあね、ネットで買うみたいな。結局買った方が早いのでは、あまりに当たらないから。そういう時も来るでしょう。ただ一つ言えることとしては、はい、そもそも使えるお金がなければ使えないわけですよ。はい、もう待てるわけですよ。思ったんですね。そう。だから、うん、そういう意味でも、確かにお金はたくさん欲しいよ。うん、できるだけ欲しいは欲しい、うん。なんだけど、まさにその先どう使うかが大切っていうところがあって、うん、ただ、一つ言えるのは、たくさんあって余裕が作れるんだったら、その分好きなことに使えるっていうことは確かで、うん、そう、だそういう意味では自分が望んで使っているんであれば、まあそれは悪いことではないんじゃないかなっていうのは一つあるわけですよ。まあ、楽しんでいただければね、みたいな。この世界にとってはいいことですよ。このもう本当にいいことかわかんないけど。めっちゃ経済回してますからね。すごい世界にとってはいいこと。うん、ああ世界にとってはもう、このくじもね、こういう人がいないとくじ売れなかったら次もうやめようってなっちゃうかもしれないけど、こういう人がいる限りくじは安泰です、ね。もう本当に心何度ありますからね。安泰ですよ。この、こういう人がいる限りはその商売はなくなる。いいことなんですよね。そう。いや、もう毎回その、自分にやっぱ反省しますよね。お金使いすぎて。反省するんですか？もう使いすぎる。さすがに、課金とかもね、もう何万とか一回に使うじゃないですか。本当に使うでしょうね。何秒とかで何万円くらいかかるんですか？まあそうでしょうね。なので、俺何してんだみたいな。我に帰るときが。我に帰りますよ。いや、この金だったら旅行行けたやん、みたいな、はいはい。そういう考えもできるし。うん。だから、無気になっちゃう。もう無気になったら負けですよ。本当に。なんか、根本さんは絶対ギャンブルとかやっちゃいけない。そこで。もう危ないです。もう、冷静さがなくなっちゃいます。これギャンブルじゃいけない。これギャンブルがテーマだったらひどいことになってますよ。これ、ね、これ、だから、ちょっと止めてくれる人が欲しいんですよ。うん、そういう、なると。この状況の人止めるの難しいですよ。いやー、だから本当の、なんでしょうね、使うことの先にどこまで使うかっていうのが多分あるんだろうな。でもね、難しいです、止めるの。
そのね、それこそのギャンブルというか、まあ、投資のね、世界でもなんか損切りって言葉があるように、うん、どこでその損をストップさせて、最小限で食い止めるかって、そこの判断が難しいみたいなことも言われてるじゃないですか。僕、それができないですね。じゃあ、全部入れちゃう。私もお金かからないところだったら全力でやりますから。ああ。なんかパズルゲームがあって、私結構ゲーム好きで、はい、パズルゲームで、パネルでポンっていうのがあって。ああ、懐かしい。あのゲームなんかたまたまその、まあ、最近結構復刻が多くて買ったんですよ。当時やってなくて。で、コンピューターの強さマックスにするとめちゃめちゃ強いんですよ、できるだけ。それが死ぬほど強くて、はい、でもなんか負けて、なんかもう疲れてきたんですけど、負け続けて。全然勝てねえな、こいつみたいな、その始めたばっかり。はいはい。全然勝てねえなって言いながら、なんか勝つまでやってたんですよ。おう70連敗ぐらいしました。パズルゲーム70連敗したのにずっとやってるみたいな。こういう感じで、多分課金も同じなんだろうなと思った。きっと70連敗しても、まだ、いや、次勝つから、いや、次勝つからってやるんですよ。そうですよね。出ねえ、出ねえ、出ねえ、出ねえだったんですよ。なんで出ねえんだよ、みたいな。いや、まあ、だから、なんていうか、こう、ある意味、どこで戦い続けてるかの違いっていうだけで。もう、ある意味、自分との戦いですよね。だからもう一人の俺、なんかまあ、リトル根本ですよね。だから、もう一人の俺に尋ねて、はい、お前本当にこのまま継ぎ込んでいいのかみたいな。やめとけみたいな。いや、みたいな葛藤があって。常に自分との戦い。常に怒られての戦い。はい。まあまあ、でも、それはね、まあ、そうです、ね。経済真っ白に大丈夫。これ、いいことです。まあ、使い方としてはね、ちょっと、いいのか悪いのかちょっとわかんないんですけど。いや、根本さんが最初にどうなるかわかんないけど、世界にとってはいいこと。どうなるんでしょうね。本人はどうなるかわかんないですけど。いやその何に使うかっていうことの大元として、こう、はい、何の、例えばその、貯められないって多分人って割といらっしゃると思うんですけど、うんうんうん、多分一つの理由って、うん、そもそも目標が何かっていうところもあると思ってるんですよ。それこそ、例えば、まあ、家を買いたいなのか、例えば結婚したいなのか、うんうん、何か他の、なんか車買いたいなのか何なのか、それがあって、た上でじゃあそこまでお金が必要だからどうやって貯めていくかを考えようってそこで初めてその銅が出てくるんじゃないかな、はい、なるほど。多分そこがなかなか作れてないとまあ人間って結構やっぱあるとあるって使っちゃうよねっていうのも多分ね、うん、あると思うんで、その辺は多分一つ考えどころなのかなとかっていうのはちょっと思ったりしますかね。ある程度、やっぱ年を取ると、それなりに収入も増えて、はい、で貯金も増えて、はい、で、要は車とか家とかもね、はい、欲しいものは、まあ、なんとなく買ってきたみたいな。はい、だと、じゃ次何欲しいってなると、はい、そんな浮かばないんですよね。はい、例えば、欲しいもの手にしちゃったりしたり、あとはもう、いつでも手に入るとかね、はい、そういう状況になった時って、目標がないなってなっちゃったんですよ。そう。だから、貯金ができないというのは一つあると思うんですけど。ああ、なるほど。まあなんか、そういう意味では確かにある程度もうなんか満たされているがゆえの悩みというか、うん、そういう感じですかね。あとは要はその老後2000万問題とか。まあ言われてますね。だからまあとりあえず2000万貯めればなんとかなんじゃねえみたいな。ああ。自分が引退するまでには、みたいなね。この数字も、まあ、多分それだけを見ちゃうとちょっと危険なのかもなと思いながら一応考えてはいますけど、まあ、どちらかというと、いつまで自分が生き続けるかわからないっていう時に、じゃあ本当にいくら必要なのかって実はわからないじゃないですか。はい、そうです。まあ、もうほんと病気したりとかするとまたお金かかっちゃったりしますからね。なんかそういう部分も込みだと、やっぱり確かにこうお金って貯めといた方がいいかなとか、やっぱそういう不安が立つっていうのもまあ分からなくはないと思ってて、まあ、でも貯めれてないよなみたいな確かにまああると思ってて。うんうん、それこそ保険とかね、まあ、貯金目的でやってる方もやっぱ多いとは思うんですけども。まあ、そうですね。うん、まあ、だからお金を使うを、確かにそう消費することに使うのか、うんまあ、投資することに使うのか、うんうんまあ、例えばそれこそギャンブル的な投機的なものに使うのか、うん、多分いろいろそれも使い方だとは思ってて。そうですね。うん、ね。だからそこを何か形に残るもの、資産というか、そういうものにできるものにいかに使っていけるかっていうのも一つ考えかもしれない
いや、そうだと思いますよ。それこそやっぱ税金とかね、はい、いろいろその、マネタイズ。はい。やっぱそう、プロがいるじゃないですか。はい。世の中には。はい。そういう人にやっぱちゃんと管理してもらいたいし、うん、自分のこの資産運用とかね、はい、自分の収入がどれぐらいで、投資にどれぐらい回せるかとか、はい、まあ、そういうなんか計画性が、本当できてる人が一番いいと思うんですよね。うん、で一応僕こうやって浪費が癖ありますけど、はい、ちゃんと家計簿はね、つけてはいるので。おすごい。すごいと思った。こういう、意外とこういうのもまんまに使ってるのに。こんな使ってるのに。え意外とみたいな。ちょっとここは驚きましたね。意外性が出ました。もうちゃんと毎月計算して、はい、あの使った金額もちゃんとあの携帯のメモ機能に書いて、お毎月ちゃんとやってます。ちゃんとそれじゃあガチャとかにいくら使ったかもわかる。乗ってます。もう毎月、あ、こんだけ使ったんかって、毎回、毎月で組みます。そっか。でもやめられない。これ本当にね、もう浪費癖の人はあれだれだと思うんですけど、はい、やっぱその時ってどうでもいいと思うんですよ。使う時って。もうどうでもいい。もう全然もう何万使ってもいいみたいな。でもやっぱ後になって後悔するんですね。うん、なんで俺この時使っちゃったんだろう。あの時はもういいやと思ってた自分がいるからね。まあ、そうね。あとはだから人によってはこうもう最初給料が例えばまあお金をいただいてて入りました。入った瞬間にその強制的にその一定の額をもう預けちゃう。例えばですね。ああ。お小遣い制みたいな。まあ要はそんな感じじゃない。うん。うん、多分後からいくら残ったら貯金しようっていうのって多分あんまりできないんですよ。ああ。使っちゃうから。はい、はい。ただ、もう変なし、ない袖は触れないから、うんうん、もうこれしかない状態に強制的にさせ、まあその、一定の金額以外はもう預けちゃいますよ。うんうん、そしたらその一定の金額をどう使うかっていうことにもフォーカスせざるを得ないから、そうね。そうした時にじゃあどうするか、そうしたら例えばまあ、なんか浪費がこれ以上もうお金使えないぞとかなってくると、うんうん、もしかしたら、変わるかもですよ。そうです、うん。まあ、マックス値を自分で設定しとけば、はい、まあ、そこまで赤字になるわけじゃないと思うんですけどね。うん、それこそわかんないですよ。僕だって、女の子出てきました。はい、お食事代全部出します。はい、まあ、そこは、想定内でしたとか。まあ。いや、意外とかかったなっていう時もあるし。うん、結局お金払ってもそのことは続かなかったみたいなね。いや結局残んねえじゃんみたいな。ただの浪費じゃんみたいな、ね。いや、まあ、思い出は残ってる。あ、思い出はね。苦い思い出はね。思い出が残ってるから。何も残ってなくない。次に生かすためだ。経験も残ってる。お金払って傷つけに行ってるからね、自分でもね。経験も残ってるから。思い出も経験も残ってる。そうですね。なんだ、まあ、じゃあ自己投資って言うんだよね。まあまあ、そうそう。自分が磨けましたね。はい。一つトラウマが入ったことで、またね、心も強くなって。あ、そうです。それがもう筋トレに励むと。また筋トレ。ジムに通うお金も、また筋トレとしてね、うん、自己投資してる。まあそうですよね。はい。そう。もう、まあ、お金別に好きに使っていいと思うんですよ。なんか昔はその貯金払ったんですけど、うん、貯金した方がいいだろうって思ってたんですけど、うんうん、なんかその最近はいつ死ぬか分かんないから。はいはい。その結局、その全員そうなんですけど、いつ死ぬか分かんないんですよ。そうですね。例えば、貯金めっちゃするために命を削っても、その貯金が使えずに死ぬかもしれないし、なんでしょうね。その、例えば、その、すごく長生きする方があります。毎日発芽玄米食べてれば長生きできるんですって言われて、みんな発芽玄米ばっか食うかって言われたら、食わないんじゃないっていう。だから結局、お金もそんな感じ、適当に使いたい時に使えばいいのかなと思ってて、うんまあ、こうしたら、なんかお金は貯められてっていうセオリーはきっとあるんですよ。うんうんうん、セオリーはあるけど、そのセオリー取りたいかは分かるべきなんですよ。結局、だからもう、それは好きに生きればいいし。で、今は思ってます。うん、好きなこと生きて、後悔しないように。うん、てか、そもそもその長生きする必要性を最近はあんま感じてないんですよ。その不得に自覚的な感じですか？その長生きすることが目的だったらいいですけど、長生きしても、例えば何の楽しみもなく長生きするんだったら別に楽しく生きて早く死んでもいいんじゃないかなと。あ、そうですね。思うんですよ。だからそもそも今、それなりの年になって、結構長生きしてると思ってですね、自分で、うんうん、今この瞬間の、この現代では、すごい長生きって、
めちゃくちゃ長いじゃないですか。はいはい。でも今までの歴史を振り返ったときに、例えばね、この戦争時代とかだと若くして死んでるわけですよ、みんな。ほとんどの人がね。今でもそうです。今でもその貧困に苦しんでる国は別に10代、20代死なんてダラなわけですよ。はい。だからそう思うと別に自分結構長生きしてるし、好きに来たらいいんじゃないかなって思ってますよね。そうですね。まあ、いや、まあなんか、その、どこまでなんでしょうね。想定した上で、そのお金の、なんでしょうね、こう、取っとくのか使うのかみたいなことの違いかなとは思うんですけど、うんうん、なんかこう、割と考えるのが、どうしてもその、なんか極論自分が、なんかこう、例えば不節制をしたお金を使いすぎた、で、長く生きれなかった、まあまあ、それは自業自得と言われたらしょうがないとこもあるとは思うんですけど、うんうん、ただ、それをしたことによって、周りの人がどう感じるかっていうところまで考えると、うん、できればなんか、まあやっぱ長く生きるに越したことはないかなというか、まあそれに伴って、その、まあね、やっぱり長く暮らす中で、やっぱり関わる人と共にどうやったらこういい生活を送っていけるかみたいな、うんうんうん、なんかそこまで考えると、やっぱりお金は必要だなって思うし、うん、かといって何もしないっていうよりは日々楽しくするための努力をどうしていけばいいかなというか、それもやっぱ並行でやっていかなきゃいけない。ってなると、やっぱお金使うとき使うしな、どうしようかな、みたいな、そういうジレンマは割とあるかな、とか、うん、なんかそういうのはあるかもしれないですね。そうですね。やっぱ状況によって変わると思うんですけどね。うん、なんか欲しいものがあるから、じゃあ貯めようとか、うん、その資格を継ぎたいとか、うん、何かを得たいから、じゃあ代わりにこれを、お金を使うとか、道もあるし、うん、いや僕もほら、彼女が欲しいから、うん、彼女を作るためにいろいろお金を使うみたいな。はいはい、まあ、全然あると思うので。うん、目的とか、あと使い道ってそういうことですよね。じゃないかなと思うんですよね。その時によって多分使う必要のあるものって多分変わってくると思うんで、家が欲しいならそうだし、だ生活が変わるんだったらそこにお金も必要だしとか、うん、そこまで、だそれを変なし、なんかどこまで望むかによって多分使う方というか、それも変わってくるんじゃないかなっていう気はするんですよ。正解っていうのはなかなかないから、ね、おのおので考えて好きなだけ使うと、まあいろんなことのバランスも考えて使った方がいいかなっていう感じですかね。うん。うん、まあそんなこんな多分それぞれなんかやっぱり考え方もあるなっていうふうに感じたので、まあその辺もちょっとねまた。私はこんな考え方してますがあればぜひコメントでよろしくお願いしますということで、そろそろ30分近くなってまいりました。あっという間ですね。はい、今回はここまでとさせていただきますということで、まあ、今回も実はワンテーマで最後までお届けしましたお金の使い方ということで今回も小野さんにゲストとしてお越しいただきました、はい、やっぱ3人だと弾みますねトークがまあ30分あっという間ですね。まあそうですね。確かにそう言われるとなんかそんな感じします、ね。いやもう楽しかったです。ありがとうございます。いえいえ、こちらこそありがとうございました。はい。ということで、あまたかのチョイス。私、タカピーと、あまとと、根本がお届けしました。最後までありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。